今、農産漁村地域では、若者の流出や過疎化、高齢化の進行などにより、コミュニティ機能が低下しつつあると言われています。そこで、徳島県では、平成22年度より、これらの農産漁村地域に対して、都市部の大学や企業、NPO 法人などの協力を得ながら、地域を元気にしていく、徳島ふるさと応援主体事業を実施しています。今回の動画であわとくでは、徳島ふるさと応援主体事業の活動の様子をお届けします。四国大学の学生さんが美馬市穴吹町秀原地域の農家の方の要請に応えてボランティアで発作の収穫作業を応援しているところです。今年度から実施している徳島ふるさと応援主体事業の取り組みの一つです。こちらの事業はどういうものなのでしょうか？はい、この事業は農産漁村地域は私たちに恩恵を与えてくれる宝物という考え方に立ち、農産漁村地域を県民みんなで応援していこうというものです。徳島ふるさと応援主体事業はどのような仕組みなのか教えていただけますか？はい、県では農産漁村地域を応援したい、地域に貢献したいという企業、大学、NPO 法人などの団体を募集し、平成22年9月に共同パートナー協定を結びました。また自分が暮らす地域をどうにかしたいとの思いを持つ農産漁村地域の団体、これをふるさと団体と呼んでおりますが、そちらを募集し、県が両者の間を取り持ってさまざまな活動を応援しています。今回の四国大学さんのほかに現在7つの団体とパートナー協定を結んでいます。農作業などの応援をしてくれる団体もあれば、作業時に自社製品、飲み物などですがを提供してくれる企業もあります。また、農産漁村地域の情報発信をする際に、店舗の一角などを提供してくれたり、地域特産品作りに関するアドバイスなど、それぞれの団体が得意な分野でできることから協力してくれることになっています。この日は四国大学のボランティア7名の皆さんが3軒の農家に分かれて発作の収穫作業を手伝いました。学生の皆さんははじめに農家の方から作業方法の説明を聞いた後、熱心に収穫をしていました。実際に収穫作業を体験されてみていかがですか？実際思ってたのよりものすごく大変で、このこちらのコンテナをいっぱいに入れたらかなりの重量になってものすごく重たくてしんどかったです。そしてこのおじいちゃんとおばあちゃんとかいるんですけど、それと一緒に話してこの元気をもらいました。発作は商品なんで、傷つけないように、また落とさないようにすることに気をつけました。大学生の方がサポートしてくれると心強いですね。はい、ありがとうございます。本当にいい機会を与えてくださってね、私たち大歓迎です。もうご承知の通り、こちらも高齢化しましてね、少子化高齢化して、そしてしかもこの師走の一番忙しい時にですね、発作の収穫をしなきゃいけませんでしょ。で、これもですね、コンテナに詰めて、一つのコンテナの重さがですね、15キロを超えるんですね。で、私どもがそれを運搬するのはとても大変な仕事でして、ですからこういう時にですね、若い力のある方にね、入っていただいて、しかも自分の子供たちより若いような方とね、お話し合いができるような機会が与えられるというのは本当に嬉しいことなんですね。ですから本当にね、一日だけじゃなくて、泊まりがけでね、この集落に入ってきていただいて、で、私どもと一緒に生活しながら、こういう収穫の体験していただくと。で、今後とも続けてですね、こういう交流ができれば、本当に嬉しいと思ってますね。
若い方が来てくださって助かっています。楽しく収穫ができてます。普段はね、主人と二人で無口であまり話もしなくてしんどいんですけど、今日は楽しく収穫させてもらってます。それぞれの参加者には評判がいいようですが。そうですね、作業のお手伝いが必要な農家の方にとっても大きな負担軽減になったと考えます。それから何よりも若い人たちからの元気な力をいただいたと思います。それから学生さんにとっても、実際に現地に来て農作業をすることによって何か新しいものを得たのではないかと思っております。続いて勝浦町坂本地区での共同活動の様子を紹介します。本当に皆さん、このようにたくさんの方々が、ここ坂本地区では廃園となっていたみかん畑を地域のシンボルとして蘇らせようと、平成15年に多くのボランティアの支援を受けてもみじを植樹しました。ところがこの山に鹿が降りてくるようになり、もみじの幹の皮を剥ぎ、それが原因で生育不良になったり枯れてしまうようになったのです。そこで鹿からもみじを守るため鹿よけのネットを張ることになりました。今回は徳島ふるさと応援主催事業の共同パートナーである NPO 法人ウィーライクリバー徳島の皆さんが応援に駆けつけています。参加したきっかけを教えてください。はい、友達がおりまして、この友達から誘われて来たんです。もう鹿からイノシシで荒らされて困っとうちゅうことで、一人でも人数が必要ですや言われて喜んで参加させてもらいました。でも一番励みになるのは地元の人がもう喜んでくれるんです。今日は大勢の方が参加して皆さん一生懸命作業されていますね。はい、県と連携でですね、活動されているウィーライクリバー徳島の方が非常にたくさん来られていまして、非常に感激しております。で、皆さんふるさとがあると思うんですけども、坂本を大ぜひですね、第二のふるさととして今後ともご協力をよろしくお願いいたします。徳島ふるさと応援主体事業にはどのような期待を寄せられていますか。はい、平成21年4月に施行しました中四国初の徳島県食料農林水産業農産漁村基本条例におきましても、多様な主体の共同による農産村の保全活動の推進ということを謳っております。中山間地域は県民すべての方の大切な宝物でございます。この中山間地域を次の世代に伝えていくためには、県民みんなで支援する仕組み作りが必要です。地域の保全や活性化に誰かが力を貸してくれないかなと思っている農産漁村地域、また地域に貢献したいの中産、農産漁村地域に興味があると考えておられる企業などもたくさんあると思います。番組をご覧の皆様にはぜひまず一歩踏み出していただいて、共同パートナーあるいはふるさと団体としてエントリーしていただきたいと考えております。県といたしましても、共同パートナーとふるさと団体を積極的に取り持ち、パートナー団体の活躍の様子などもしっかり PR していくなど、3社の共同でふるさとを元気にする取り組みをさらに進めていきたいと考えております。徳島県の面積の8割以上を占める中山間地域、そこで営まれている農林水産業は食料生産や美しい景観だけでなく、きれいな水を育むなど様々な機能を持っています。私たちの暮らしに重要な役割を果たしている農産漁村地域を、これからも徳島ふるさと応援主体事業で応援していきたいですね。